はい、まあ、昨日神奈川県のね、あの知事の黒岩さんとさ、まあ、対談の番組やってね、で彼も今ね、その三浦半島にさ力入れてて、でうちも三浦半島のところで力入れてるよね。でその件で一応ね、対談したんだけども、三浦半島ってさ、今回ね、あのグループ分けをなんか神奈川県の方でしてて、で鎌倉もね三浦半島だそうですよ。で鎌倉はね湘南に入んないんだって。で鎌倉から向こう側が湘南になるらしくて、だから茅ヶ崎とかさ藤沢市とかあっちがなんかどうも湘南なんだけども、まあ俺らが認識としたらさ、やっぱり鎌倉っていうのはね、あの湘南の象徴と思ってるんだけども、あの県のさ区分けでは、あの鎌倉はあの湘南じゃないらしいんだよ、三浦半島らしいんだよ。これすげえ面白いあのことになってきたなと思っていて、で実はさ、あの今ね、葉山とかさ、あの辺のエリアってずっとこう別荘地がこうできてきてるよね。でさ、あの鎌倉とまた違う文化がね、あの葉山側に来てるわけで、鎌倉からあの西側はさ、もうすでに出来上がったあの、商店街、いろんなレストランとかさ、そういうのができてきてて、まあ、湘南の象徴的なねエリアだけども、今はさ、逗子からさ、あの葉山に抜けての海沿いがすごい今あの高級なその別荘地化してるよね。で残念なのはさ、あのこの途中にね陸上自衛隊があるんだよ。でこの陸上自衛隊までは多分ね、だんだんこう佐島マリーナとかああいうのがね開発されてるからすごい良くなってきてる。ここがちょっと寸断されるんだよな。でこのただここで寸断されるけども、この次こちら側はさ、今水戸浜っていうね、エリアとか長井というねエリアあるよね。でここのエリアっていうのはさ、実は昔から高級分譲地、あ高級住宅地、あ高級リゾートになってるわけでさ、この間ね水戸浜の物件がね売りに出た時に坪100万ですよ、ね、海沿いの土地はさ坪100万以上で売れちゃうわけだけど、海沿いじゃないね、あの2つか3つくらい道路挟んで裏側のやつは15万円くらいなんだよ。つまり海に面してる土地と要するに面してない土地ではこれだけギャップがあるなっていうことね。でそれは何かというとさ、全体的なねそのリゾート計画みたいなのがうまくできてないじゃんってことで、これをねあのうまくやることによって、俺ね実はここで一つのね価値が生まれるなと思ってるわけで、まあそんなことをさ、話しながらね、まあ、今回は8月15日のあの、花火大会の件とかね、あと三浦プロレスの件だとかね、いろいろ話させてもらって、で本当にプロレスやったんですかみたいなって、で今これね人気なんですよ。あ今度人気が出てきてね、来年はもうマスクね、あのもう10社以上なんだ、あの申し込みしてきてるのがね。まだ最初にやるっていうのはね、やっぱりどうなるか分かんないから結構みんな興味ないけども、一番最初にやってみたらうまくいった結果っていうのはね、これね歴史に残るわけだ、まあ、つまりね、あの過去もそうだね、あの花火大会がね、なくなった後に要するに地域の人たちが花火大会やめたことによってすごいもうマインドがもうガタ落ちになってたわけじゃん。でそれで、まあ、3年かけてさ、まあ、いろいろ調整しながら、ね、花火大会復活させたよね。で今回5年目になって今度三浦プロレスが来て、でこれがまた三浦プロレスとしての要するに地域活性化の動きがね、あるんだって言ったらすごい期待してくれてるわけで、まあ、昨日はねラジオで言えなかったんだけど、今年に限って県からさ、参助金としてね10万円、まあ、金額は大したことないけども出てるわけだな。でそうすると、県の方も、まあ、これぜひ継続してもらいたいっていう意思表示なんだよね。だから来年もまたこれやるんだけども、これね今度は今話したけど異防止のね、のとうちがさ、市と民間企業の CF ネットの契約が成立したわけだよね。でそれからさ今日もなんだっけ黒川は沖縄に行ってますよ。でそれ何かっていうと、まあ、実はそのルートの中からいろんな情報が入ってきてね、でそれを要するに、制約になるかどうか分かんないけども今日は営業に行ってるわけで、10月の4日から10月の11日までまた向こうからのその橋渡しする人が来るわけだな。で今度で何するかっていうと、三浦の観光資源を要するに中国で、ルート化しようって話ね。でそのルート化しようって話の中でまた新たに出てきてるのは、じゃあ
今うちで持ってるホテルだとか、要するにそこの近隣のリゾートが開発で中途半端に終わっちゃってるところ、ここの敷地をじゃあどうしようかっていう話もね今出てきてるわけで、もう一つあのねうち持ってるあのほらあれじゃん、ユリコね、これはかなりそのね発展的な物事の考え方をすると、要するに彼らから見るとさ価値なんだよな。でここでじゃあもう少しこうリゾート開発をしてみようかとかさいうことね。で日本はさリゾートってさ定着してないでしょ。ヨーロッパの人たちってなんでリゾートが定着してるかっていうと、要はねまず休暇があるってことね。あともう一つはヨーロッパの人たちの金持ってる人たちってどういう人かっていうと、過去においてさ歴史的にね、要するに農地を持っていたり、要するに、テナントを持っていたり、古いさその歴史的なものを持っていて、そこから上がってくる賃料とか、そこから上がってくる権利のねお金とか、ね、そういうので要するに資本が分厚いわけだから、逆に言うと労働時間は短くても所得が高いんだよな。ヨーロッパの平均所得ってさ、今いくらかわかんないけど、僕が昔調べた時にはね、300万切ってるんですよ。でね、平均所得300万切ってる人たちが夏になると1ヶ月さ、ね、旅行に行っちゃうわけだよな。で、レイクサイドね、湖のほとりの別荘地にさ、1ヶ月いるとかいうことをやってるわけ。で、日本はさ、ね、僕も別荘地持ってるよ。ね、でだけど、建てようと思わないよね。なんでかっていうと、その管理運営がめんどくさいってこと、コストがかかるってことね。で、あともう一つは、日本人ってさ、なんか一箇所にのんびりしてね、生活することはないじゃん。だから、点々とさ、まあこの間もね、借りちゃったりなんかね、点々とするよね。で、その時はリゾート会員権の方がさ、なんか、利用価値高いなと思うから、行かなくなるよね。で、そうすると、あ、やっぱり別荘いらないな、なるよね。でも中国の人は違うんですよ。まあ、この間も言ったかもしれないけど、まあ、一緒にこの間ね、飯食った人はさ、ね、日本円でさ、600億円持ってるんですよ。ね、でそれが銀行に預けて 5.5% で回ってるわけ。ね、そうすると年間所得があるかな。で、もっと面白いのが、日本の場合は、要するに、利息の所得はさ、ね、20% 取られるよね。向こうは無税だから。だから税金取られない。まあまあ、要するにキャッシュは残るってことね。でそう考えると、要するに、資本がどんどん分厚くなっている人たちっていうのは、ね、ある意味で、要するに、まあ、中国でも別荘を持ってたりするんだけども、なんかね、面白くないみたいなんだよ。だったら、ね、要するに日本はさ、土地買えるでしょ、建物買えるわけ。そうすると、土地建物を買えるっていう、ここの決定的なね、中国との違いっていうのは明確じゃんってこと。そうすると、これからね、要するに今のアジアの富裕層の人たち、僕がこの間車、飛行機でさ、なんかじゃないけど、やったら高かったの、普通の、ね、要するに、エコノミーだよ、で、20万だよ、往復、なんでこんなするのかなと思ったら、たまたまなんか、中国のその休みみたいなさ、なんかその、なんていうの、日本と違う休みの日らしくて、でそれで、まあ集中しちゃってたから、高かったみたいなんだけど、まあ、普通は大体ね、まあ、10万とか7万とかで、ね、普通で行けるそうだよ。で安いチケットだとまあ5万円くらいで行けるわな。直行便でさ、ね、要するに、青島から、ね、羽田までさ2時間半だよ、3時間半か3時間半だ、ね、でもっとさ上海とか北京とかだったらもっと近いよねっていうと、実はさ、ね、九州とか札幌とかね、距離的にはさ、ちょっとそれから足伸ばす程度だろ。それで巨大なマーケットここにあるわけよ。でこの人たちは逆から見たらどうなのってこと。逆から見たら資本が分厚くて人がいっぱいいて、で安全でさ、ね、要するに、ね、安心なさ、要するに治安がしっかりさね、要するにリゾート地が目の前にあるじゃん。ハワイじゃないんだ彼らは。で今はもう、ね、どちらかというと日本に、ね、集中してるわけで、これから、ね、今バタバタしてるけども、2020年にはさ、今度あれができるでしょ、なんだ、東京オリンピックできるよね。で多分そろそろ動き出すんだ。で多分そろそろ動き出した頃に今の東京都の問題だろ。でだからといって東京オリンピックやめるわけないんだよ、ね、やらざるを得ないわけじゃん。
で、そのやらされない中で、じゃあどのような形でやるかってことを工夫すると思うんですよ。そうすると、今の8キロ圏内で全てを賄うことは無理じゃないかなって俺は思うわけ。だから多分いろんな形でね、これから動いてくると、そんなさ、ね、ただでさえさ、人口が集中しててね、あの交通網だってもうパンクしそうな状態なのに、ここにわざわざまたさ、あの2020年に集中する必要ないじゃんってこと。そうするとどうなるかっていうと、じゃあ東京オリンピック神奈川でやったっていいよねと。で、ね、もともと、ね、東京ディズニーランドって千葉にあるくせに東京ディズニーランドだろ。じゃあ千葉側にちょっとずれたら会場あるじゃんと思うわけ。そうすると多分ここのエリアが少し変わるかもしれないねってこと。でもしあの、ねこれからあ、ね、人がこうどんどん来るとなると、要するにこの界隈のさ、要するにあの人口のさ、あの密度はね相当濃くなるんですよっていうことがもう見越せるわけじゃん。でその中でじゃ あの僕たちはね今どういうことをするかっていった時に、これね、あの僕はあの今までねアメリカはずっと行ってさ、先進国ずっと見てきたね。で先進国を見てきたら何が良かったかっていうと、ね、日本の将来が先進国にあるわけで、今さじゃあね、あのアジア、あ、じゃあヨーロッパアメリカにさ日本の将来あるの？ないですよ、もうすでにないの。だから僕たちがずっと過去においてあの学んだことっていうのは、要するに、ね、先進国を見ながら日本の文化を変えてきたわけだろ。で、あのアパートもマンションも一戸建てもそうだ、ね、日本家屋ではどんどんなくなって、今アメリカのスタイルの要するに住宅がどんどんできてきてるでしょ。ヨーロッパのスタイルもできてるけどね。で今度はさ、簡単なことなんだけど、僕たちが今度は今までやってきた後ろ姿ってどこにあるかって言ったら中国だと思うよ、ね、今バブルの真っ只中ですよ。これからバブルが崩壊する、ねこのエリアの中でじゃあ俺たちが何ができるか言った時に、ね、当然だけどさ、もう資産のある人は資産家なわけじゃん。日本だってそうでしょ、資産のある人は資産家なんですよ。だから資産家の人たちを相手に僕たちは仕事してるわけ。今度はそれが日本国内じゃなくて海外の資産家の人たちも、ね、このマーケットに必ず入ってくるはずですよ、ね、その時にじゃあ安心して安全で任せられる会社ってどこにあるんですかってこと。で彼らはあの言ってたのは、いや日本人信用できないんですよってわけ、ね、あの多分付き合った人が信用できない人が多かったんだろうね。であの今回僕なんか行って、あすごいなと、ね、要するにあのそこまで、ね、日本の不動産の投資についての技術ってことは進んでるのかと。で全く分かんないわけだから、だからこれをじゃあ文化として取り入れたらどうなりますかってこと、ね、今まで僕はあのこの、ねCF ネットを作った時に、何を持ってきたかっていうと、ね、今まで僕がやってきた不動産投資の要するに基本的な考え方と、ね、欧米でやってる CPM の、ね、ある程度の投資資本を要するにミックスしてやってる事業でしょ。でこれはさ、ね、17年前にこの事業を起こした時にはみんなびっくりするんだよな。そんなので飯食えんのかな、そんなことで、ね、お客さんって、ね、発生するのかな、日本に投資家そんなにいるのかな、ね、で僕は、ね、日本人で初めてさ、日本で初めて、ね、アットドロップ不動産投資を書いたのは、ね、2000年ですよ。でその2000年に書いた時に要するにこの本は他になかったんだから、ね、ってことは期間はすごい短い間だけども、要するにスタート段階から CF ネッツって会社は、ね、不動産の投資についての技術をさきっちりとみんなに伝えながらやってきたわけでしょ。これはさ、ね、要するに、その前はね前職の会社で、賃貸のさあの業務について、ね、昔の紙一枚のさ何にも役に立たない契約書で、ね、賃貸契約をしてたのをこれじゃまずいだろって言って、ね、あの日本人で初めて、僕はあの賃貸管理のマニュアルを作ったわけじゃん。であとは賃貸管理の、まあ、少なくともね要するに、このエリアで、首都圏ではさ賃貸管理なんて業務誰もやってなかったんだから、そんなんで金取れるわけないじゃん、ね、取ったら他に行っちゃうじゃん言ってたわけ。でもさ実際どうよ、今みんな賃貸管理のさ仕事してるでしょ。それは何かって言ったら、ね、僕が要するにあの初めてさマニュアルを作ったことっていうのはすごい社会的にインパクトあったと思うよ。不動産投資もそうだ、今社会的にインパクトあるわな。で、そう考えてくると今度はこれっていうのは僕はね黄金率と思ってるわけ、ね、将来に新しい技術はないんですよ。要するに基本をきっちりとやることによって投資の仕様っていうものが あってね、それに基づいたものをね今日本で定着してるよね。でこれも多分日本で初めて僕なんかやってるわけだよな。これ今度は
アジアのマーケットでも通用しますねってこと。僕たちが中国にね物件を買って何か投資するってことはないですよ、ね、だけど向こうからのニーズはこれから巨大なマーケットが来る確率は高いということで、その中 で今回まあ異邦市ね、あの山東省の異邦市とは いえどもね、異邦市っていうところと市と契約した民間の不動産コンサルタント会社って、ね、過去においてうちしかないから、ね、これは要するに自信を持って言っていいことだと思うんだ。でこれがあの、ね、来週の動き、ね、今度は来月の動き、来年の動き、ね、これからいろんな動きが出てくるね。であのね、まだまだ、ね、あのビジネスにはまだなってないけれども、僕は、ね、可能性の追求としては、ね、すごいビジネスと思いますよ。なんでかって言ったら日本の富裕層の人たちの分量の100倍は中国にいるから、ね、でこの人たちの要するに資本っていうのはあの、ね、これから入ってくるわけだろ、ね、横浜中華街の、ね、各の人たち、ね、あのでもうちの、ね、お客さん結構いるよね。で彼らは日本に定着してさ、であの中国の文化を日本で広めてるんだよね。でもね、日本的にアレンジして今あの、ね、中国の文化を作り上げてきてるんでしょ。でこれねすごい僕はあの、ね、文化交流としては非常に良かったなと思うわけ。僕は横浜にいたから別に、ね、中国の人たちとでまた中華街もよく行ったし、ある意味では、ね、あの家業の人たちにも物件買ってもらったりしてるよね。でもさ、この家業の人たちのと今度は本土にいる人たちまた違う文化だから、ね、でこれもまた逆に言うといろんなミックスをして、じゃあ華僑の人と子供、ね、中国本土の人と組んでさ、いろんなこともできるよなって今思ってるわけで、これはねあのジョイントするっていうのはね何かっていうと信用度ですよ。さっき言ったように、ね、あの中国の人は、ね、日本人、ね、日本はよくあるよね、中国で、ね、の人に騙されてるとかいう人たちいっぱい聞くけれども、それは一部の人じゃん。でね、日本人が、ね、騙される、ね、日本人が信用できない、ね、言うっていうのも信用できない日本人ってのはね、あの一部の人だよな。だからうちはちゃんと、ね、要するにあの倫理道徳守って、きちっとやってる会社だから、ね、ある意味では信用してもらえてるわけだね。あともう一つはさ、ちっちゃい会社と違うから、ね、そこはやっぱり信用の度合いにまた結びつくんじゃないのってこと。昨日あの帝国データバンクがね、あのちょっと担当者が変わるって挨拶来てさ、まあ、いろんな話したんだけども、今うち51点だ、あ59点だ、ね、でもうちょっと60点だったらまだ60点ならないね。でも日本の不動産業界でいくと、ね、上位 0.3% 以内に入ってる。これはねあの事実として要するにあの、ね、データにの中にあるわけだから、それはいろんな審査をして、ね、いろんな子たちで要するにあの審査した結果、ね、上位 0.3% 入ってるわけだから、ね、これは ね、ある意味では信用の積み重ねが今あるわけだから、悪いことしちゃダメなの、ね、要するに、ね、あの一つでも、ね、利益のために悪いことした人っていうのはやっぱりさ、ずっとそれが追っかけてくるってことを知らない人たちだろ。で、ね、長く続く僕たちは、ね、要するにあのどちらを選ぶのっていう道ね、要するに利益を追求する道もあるわね。でもね、その中であの倫理に反するようなことは一切しないようにしてたじゃんってこと。だから積み重ねて今があるわけ。当然だけど収益も当然だよね。収益を上げて当たり前だけども、ね、要するにあの、ね、収益を上げながら、ね、事業として、ね、評点を上げているわけだ、まあ、だからぜひね、あのシールネットという看板というのは非常にあの、ね、高いあのレベルでさ、要するにあるわけだから、まあ、それはね、ね、みんなが意識しなきゃダメ、ね、だからぜひ、ね、あのそういう意味ではみんなが意識してもらいたいと思うね。お願いします。以上。